ペデスタル作戦は第二次世界大戦の地中海攻防戦において1942年8月中旬に連合国軍が地中海で実施した増援輸送作戦。ジブラルタルからマルタ島へ向かう連合国軍輸送船団と地中海艦隊を数軸国軍が擁撃した。連合軍は大損害を受けたがマルタへの補給に成功して作戦目標を達成し、 戦局の転換点となった。イタリア側では8月中旬の戦いと呼称する。第二次世界大戦の地中海戦域では、マルタ島と北アフリカ戦線への補給をめぐって連合国軍と数軸国軍との間で幾度も海戦が繰り広げられた。数軸軍は基地航空隊の航空機による空襲と U ボートによる襲撃でマルタを封鎖した。 マルタを死守するイギリス軍は航空母艦による空輸作戦で戦闘機を補充し制空権が数軸側に握られることを防いだ。だが燃料不足と物資不足が深刻になりイギリス海軍は1942年6月に2つの大規模輸送作戦を実施するがビガラス作戦は完全に失敗しハープーン作戦は限定的な量しか補給できなかった。 そこで、8月に再び、マルタへの大規模補給作戦を完工した。これが、ペデスタル作戦である。作戦名のペデスタルは祖先を意味する。貨物船13隻とタンカー1隻の合計14隻から、なる船団がイギリスからジブラルタルを経由して、地中海を投進し、マルタへ向かった。船団には、ネルソン級戦艦2隻。 空母3隻以下多数の艦艇で構成される H 部隊の所属艦艇が付随した。合わせて中東方面での陽動出撃も計画された。また空母フューリアスによりスピットファイア戦闘機部隊を発進させ、マルタ島へ航空兵力を増援するベローズ作戦も同時に実施された。ジブラルタル経由の連合軍輸送計画はすぐさま数軸国側の察知するところとなり、 ドイツ国防軍とイタリア軍を中心とした数軸国軍との間で8月11日より激戦が展開された。数軸側は航空攻撃、潜水艦攻撃、魚雷艇攻撃、水上艦隊の出撃で連合軍輸送船団の撃滅を試みる。連合軍側の戦艦や空母を含む護衛艦、艦隊はボンビで引き返したので弱体化した。 連合軍輸送船団は8月12日以降の野戦や航空戦で大損害を受けた。しかし、イタリア王立海軍の水上艦隊は、数軸軍空軍の援護を受けられないため、反転退避し、連合軍潜水艦によって大損害を受ける。さらに、マルタを拠点とするスピットファイアの活躍で、ドイツ空軍やイタリア王立空軍も、連合軍輸送船団にとどめをさせなかった。 8月13日から15日にかけて、連合軍輸送船団はマルタに到着し、物資と燃料を補給した。本作戦の成功と連合軍の勝利により、マルタは急速に立ち直った。数軸側の空挺部隊によるマルタ攻略作戦も中止されていた。北アフリカの数軸国軍に対する補給路は相変わらず、連合軍の妨害を受け続け、 不安定な補給と物資及び燃料不足は10月のエルアラメインの戦いにおけるロンメル軍団敗北の一因となる。すなわちペデスタル作戦の阻止失敗により数軸側が地中海戦線と北アフリカ戦線で勝利する可能性が次えたと言える。マルタ島は地中海中部に浮かぶイギリス領であり、地中海の西端にジブラルタル、東端にアレクサンドリア及び スエズ運河を用していたイギリス海軍にとって地中海戦略のようとも言うべき重要拠点であった。1941年5月末にクレタ島が陥落すると地中海戦域においてマルタ島の重要性はますます増した。数軸国にとってもマルタは戦略上の重大な脅威であった。マルタ島はイタリアと北アフリカとの間にあり、 北アフリカ戦線で戦うエルヴィン・ロンメル将軍、率いるアフリカ軍団やイタリア王立陸軍への補給線の中央に位置していた。マルタ島を基地とする連合軍の航空機、潜水艦部隊、小規模水上艦部隊の活動により、数軸軍アフリカ部隊の補給は深刻な影響を受け始めていた。北アフリカの数軸軍の補給は地中海のシーレーンに、 全面的に依存していたからである。数軸側の輸送船団は、マルタを大きく迂回して、北アフリカに向かわねばならなかった。さらに大量の物資を揚陸できる港湾がトリポリと、ベンガジしかなく最前線まで離れていたことも、数軸軍の補給状況悪化に拍車をかけた。ロンメル将軍が砂漠の狐の異名を取ろうと、 地中海の正海権と安定的な補給がなければ最終的な勝利に結びつかないのである。事態を有料した数軸側はマルタ島への空襲を強化し、また U ボートによる作戦を実施して海上封鎖を実施した。ドイツ空軍はマルタ包囲位と地中海の制空権確保のため東部戦線から第二航空艦隊令下の第二航空軍団を派遣した。 ドイツ軍が占領したクレタ島からも数軸軍機が出撃し、マルタの港湾施設、補給能力を破壊して連合軍艦艇の居場所をなくした。さらに数軸軍機はアレクサンドリアからマルタへ向かう連合軍輸送船団を攻撃した。これにより物資の大部分を輸入に頼っていたマルタ島は深刻な物資不足に見舞われる。食料をはじめとする物資は すべてが配給制となり、残り少ない物資だけでは、島が降伏せざるを得なくなるのは時間の問題と予測された。連合国軍は数字にわたり補給船団を組織するが、数軸軍の封鎖網や溶撃作戦により、アレクサンドリアからマルタを目指した MG1 船団は第二次シルテワン海戦で撃退され、同じくアレクサンドリア発のビガラス作戦は、 完全に失敗。ジブラルタルを出発したハープーン作戦は一部しか、マルタ島に物資を届けることはできなかった。マルタのイギリス空軍の戦闘機は、航空母艦を用いたクラブランで補給されており、直近では1942年4月下旬のカレンダー作戦により、アメリカ海軍の空母ワスプがスピットファイア47機を運んだ。ところが到着直後に、 第2航空軍団の BF-109 戦闘機に襲われて大半が破壊され、その後も絶え間ない空中戦や空襲で消耗してしまう。続いて5月上旬のバウリー作戦によって、連合軍空母2隻から発進したスピットファイア約60機が到着した。同時に、アブリール級不接巡洋艦のウェルシュマンがマルタに弾薬を届け、ある程度の戦力を回復した。さらに、 ハープーン船団の部分的な補給により、証拠を得たものの、依然として、マルタ島は、物資不足の状態が続いた。特に軍事及び、生活物資として、必需品であった石油の不足は、致命的であった。当時のマルタ島は、飲料水を海水炭水化によって得ており、炭水化装置の電力源となる、石油なしでは、住民は貸し以前に肘にする、危険性すらあった。 マルタ島の全面降伏は石油がなくなるその日とみなされた。マルタ総特府の計算による全面降伏の X では1942年8月31日から9月7日の間であった。絶え間ない空襲と並行して数軸国は空艇部隊によるマルタ攻略を検討していた。このヘラクレス作戦はロンメル将軍の反対と アドルフ・ヒトラー総統の躊躇によって延期されていた。もし発動されれば、マルタの陥落は免れない。マルタを占領すれば、北アフリカへ向かうイタリア軍輸送船団の安全性を確保できるし、ベンガ事故を拡張して、揚陸能力を改善する余裕も生まれたはずである。だが、ロンメル以下のアフリカ軍団が選択したのは、アレクサンドリアへの代行性だった。 6月21日から22日、アフリカ軍団がトブルクを攻め落とす。さらに進撃を続けるアフリカ軍団だが、物資不足とイギリス軍の反撃により、アレクサンドリア製法のエルアラメインで停止せざるを得なくなった。7月下旬には、降着状態になった。この時期、北極海では、ドイツ海軍の巨大戦艦、ティルピツ出撃に因する。 p q 7戦断の第三撃が発生する。北極航路を利用する遠素戦断は、白夜の終わりと大不評が溶けるまで中止されていた。太平洋戦線では、6月上旬のミッドウェー海戦で日本海軍の南雲機動部隊が壊滅した。日本海軍はインド洋に作戦重点を移そうとしたが、8月7日には、ウォッチター作戦発動に伴うガダルカナル島。 攻防戦が始まって日本海軍がインド洋で実施予定だった通称破壊作戦も中止されていた。戦力に若干の余裕できたイギリス海軍は本国艦隊などより戦力を抽出でき、ハープーン作戦やビガラス作戦に比べて強力な護衛艦,艦艇を揃えることができた。輸送戦6隻のうち2隻がたどり着いて限定的な。 成功を収めたハープーン作戦に鑑み、ペデスタル作戦はジブラルタルを経由してマルタを目指すことになり、ハープーン同様に H 部隊が護衛を担当した。すなわち、ペデスタル輸送作戦の参加艦艇と護衛部隊は、輸送船14隻、戦艦2隻、正式空母3隻、巡洋艦6隻、対空巡洋艦1隻、駆逐艦30隻以上であった。 空母ビクトリアスに続行するインドミタブルとイーグルの両空母。8月2日、連合軍の地中海平坦体制の切り札的存在であった当時世界最大の石油タンカーのオハイオを含む14隻からなる船団 WS-21S がマルタ島へ向けイギリスを出発した。X デイ以前に到着し得る最後の補給船団であり、 この戦団が失敗したバイマルタ島が降伏を余儀なくされるのは自命のことであった。また、7月31日には K、K ーボ・アーガスが、駆逐艦、サーダニックスと、バクストンに護衛されてクライドガーを、クーボ・ビクトリアスが K 巡洋艦シリアスと駆逐艦、フォアサイト、フュリー、イントレピット、イカルスに護衛されて、スカパフローを出撃した。8月3日、A 首相、 ウィンストン・チャーチル卿は、モスクワに向かう途中で、エジプトのカイロに立ち寄り、最前線を視察して、人事移動を行った。同3日、ペデスタル船団に、軽巡洋艦ナイジェリア・ケニア駆逐艦アマゾン、ダーウェント、ゼットランド、マルコム、ベノマウス、ウールバリン、ウィッシャートが合流した。同3日、スカパフローを、戦艦ネルソン・ロドニー駆逐艦アシャンティ、ターター、エスキモ、 ソマリ、パスファインダー、クエンティンが出撃した。駆逐艦ペンは期間に問題があったため出撃が遅れ、4日に艦隊に加わった。8月5日、軽巡ナイジェリアとケニアが分離され、同2隻は燃料補給のためジブラルタルへ向かった。同日、空母2隻に西アフリカのフリータウンから軽巡洋艦、フィービー駆逐艦3隻に護衛されて出撃してきた、空母インドミタブルと、 ジブラルタルから出撃してきた空母イーグルが合流し、訓練のためのバーサーク作戦が開始された。マルタへの戦闘機輸送を行う空母フューリアスも4日にスピットファイアを乗せ、軽巡洋艦マンチェスターとポーランド海軍の駆逐艦ブリスカビカに護衛されて出撃した。8月7日にフューリアスは空母2隻と合流した。8月8日、 アーガスは搭載していた804海軍飛行隊が訓練不足であったために作戦への参加が見送られイギリス本国へ戻るよう指示を受けた。アーガスは駆逐艦、ベノマウス、ウールバリン、アマゾン、マルコムを伴って艦隊から離れジブラルタルへ向かった。8月9日から10日朝補給船団はジブラルタル海峡を通過し地中海に入った。 連合軍大輸送作戦を察知した数軸軍は全力で迎撃態勢を整えた。まず、サルデーニャ島とシチリア島の航空機基地に大航空部隊と偵察機を集めた。次に、合計20隻に及ぶ潜水艦を敵輸送船段張路上に配置し、チュニジアのボンミサキ半島沖合にも高速魚雷艇部隊を配備する。最後に、 イタリア海軍の巡洋艦特築艦がシチリア海峡で敵輸送船団を阻止するという計画であった。撃沈される空母イーグル、ペデスタル船団支援艦隊の指揮を取るのは H 部隊指揮官のサイフレッド中将であった。イギリス海軍は数軸国空軍の空襲を最大の脅威と認識し、数軸軍潜水艦の攻撃を第二魚雷艇の攻撃を 第3の脅威と位置づけ、イタリア水上艦隊の攻撃は第4位であったという。ペデスタル船団は8月11日の夜明けまでにタンカーのディングルデールからの給油を完了した。敵の監視下にあり、U ボートの脅威がある海域での3隻の巡洋艦と26隻の駆逐艦に対する給油は不安なものであった。失敗は作戦全体に重大な支障をきたす恐れがあったからである。 この日の朝早く、連合軍輸送船団は、マヨルカ島南方で、ユンカース十八88に直接された。すぐに、大きな一撃が加えられた。サリナス岬の南70海里で、A 空ボイーグルが、ドイツ潜水艦 U-73 の攻撃を受ける。魚雷4本が命中し、約8分で沈没した。連合軍の防空兵力は、ビクトリアスの艦船22機。 インドミタブルの艦船十四機になった。十一日遊国、サルデーニャ島を発進したドイツ軍の十八十八爆撃機と h e 百十一雷撃機、合計三十機以上が連合軍輸送船団を襲撃したが、対空砲火で撃退された。数軸軍機がペデスタル船団を攻撃している暇に、マルタを発進した、防ファイター1機と B-24 爆撃機が、 サルデーニャの飛行場を空襲した。イタリア軍の来撃記号が破壊され、14機が損傷したという空襲を受けるイギリス海軍の艦隊。一方、空母フューリアスはベローズ作戦を成功裏に完了した。フューリアスからは37機のスピットファイアがマルタへ向けて発進する。フューリアスからマルタまでの飛行距離は555回りから584回りであった。発進した。 戦闘機部隊はウジマルタにたどり着いた。作戦を終えたフューリアスは護衛を伴ってジブラルタルへ戻っていった。航空母艦インドミタブルを護衛すべく対空射撃する軽巡洋艦カリブディス。イタリア海軍は修理中という理由で新鋭戦艦を出撃させなかった。高速戦艦3隻も練習艦にしたり乗組員を他艦に転属させていたので出撃させなかった。 この時期になると、イタリアの燃料事情が厳しくなり、大型艦の行動に制約が生じていたという。ペデスタル戦断迎撃のために、イタリア本土各地から出撃することになったのは、アンジェロ・パロナ中将が率いる、従順洋艦3隻、アルベルト・ダ・ザ・ラ・上級少将,将が率いる、軽巡洋艦3隻及び、各戦隊と行動を共にする駆逐艦部隊であった。夜が明けると、 ドイツ空軍の急降下爆撃機が連合軍輸送船団に襲いかかり、正午になると数軸国空軍の大規模空襲が実施された。連合国軍の空母2隻から各種の艦上戦闘機が発進し、数軸軍航空機を迎撃した。味方により処分される駆逐艦フォアサイト。この日の19時までに数軸国軍による4度の激しい空襲があった。 この攻撃により、商船一隻が命中弾や資金弾で損傷し、駆逐艦、ブラハムに護衛されて退避中に、さらに雷撃を受けて沈没した。イタリア軍の戦闘機フィアット CR-42、マッキー MC-202 ホルゴーレ戦闘爆撃機、レッジアーネリ2001攻撃機、サボイアマルケッティ SM-84 による、 特殊攻撃で空母ビクトリアスの飛行甲板が軽微な被害を受けた。有告になると、数軸軍攻撃隊にパンテレリア島やシチリア島から発進した187スズーカはジブラルタルに引き返した。ペデスタル戦団の指揮は、ナオエゴ A 部隊のハロルド・バロー少将が取ることになった。弱体化したペデスタル戦団にイタリア軍潜水艦が襲いかかる。イタリア潜水艦のアクスムが、 魚雷攻撃を観光した。魚雷2本が AK 巡洋艦回路に命中し、戦団の防空戦闘指揮班が乗っていた同艦が沈没した。他にも、バロー少将の機関ナイジェリアと米輸送艦を背後に、それぞれ魚雷1本が命中して損傷する。バロー少将は駆逐艦アシャンティに正気を移した。さらに、異潜水艦アラジトディッチェ他に、 一潜水艦ブロンゾーの攻撃で AK 巡洋艦ケニアという操船ブリーズベンスターが損傷した。潜水艦の攻撃と空襲が重なりクラン・ファーガソンとエンパイア・ホープが沈没した。損傷したイギリス系巡は数隻の駆逐艦を伴って交代した。イタリア側も無傷ではいられず A 駆逐艦イシュリアルとパスファインダーの攻撃で一潜水艦コバルトが沈没した。 グランドハーバーに入るタンカー、オハイオ8月13日未明、ペデスタル船団は、ボンミサキ半島に到達していた。同13日、マルタ島に迫った、連合国軍補給船団に対して、シチリア島に拠点を構えるドイツ空軍、アルベルト・ケッセル・リンク原水は、イタリア水上艦隊に、援護の戦闘機を派遣しないことにした。ドイツ空軍と、イタリア空軍は、 出動したイタリア海軍の能力を軽視していたので、あくまでも航空攻撃による阻止に固執したのである。ヒトラーの機嫌を損ねたくなかったベニート、ムッソリーニ首相は、数軸軍空軍の判断を是認した。数軸軍機による直演を期待できないと判断した、イタリア海軍の海軍総司令部は、巡洋艦部隊に、シチリア島メッシーナに退避するよう命じた。しかし、退避中に、 イジュ順ボルツアーノと池順、むつよあってん道路は衛星水艦アンブロークンの攻撃により大破した。一方、チェニジア沖に達したペデスタル船団を数軸国海軍の魚雷艇へスボートやマスが待ち受けていた。この襲撃は大規模で効果的だった。魚雷艇の襲撃で AK ン・マンチェスターが沈没する。輸送船5隻が沈没し、ロチェスタースキャルが損傷した。 13日朝になると、数軸軍のユンカース1八8 8の爆撃ではイマラマが大爆発を起こして沈没した。オハイオもイタリア空軍第102連隊のスツーカ16機に攻撃される。爆撃と被弾機の体当たりにより深刻な損傷を受け、一時期は速度4ノットまで落ちて戦乱から脱落した。同セットも被弾して落語し、夜になって10マイナス87に撃沈された。 残存補給船団は甚大な損害を被ったものの、マルタ島から発進したスピットファイアとボーファイターの援護を受けながら、マルタ島バレッタのグランドハーバーに到着した。スピットファイアの行動圏内では、数軸国空軍機も容易に攻撃できなかったのである。入港時にはマルタに駐留していたジョージ・バーリングがスピットファイアで祝賀飛行を行った。特に、 マルタ島の生命線である多量の石油を搭載したオハイオは熾烈な戦闘を経験し、7発の直撃弾と20発の試金弾を受け、2度にわたり総員退去が発令された。しかしその都度乗組員たちはオハイオに復帰し船を救う努力を続けた。そして駆逐艦1隻と護衛駆逐艦2隻及び総海底3隻と総海底ラインに栄光、護衛され、15日に マルタ島に入港した。オハイオは激しい浸水により、還元をほとんど失いこのため乗組員が、甲板からすでのままバケツで方針冷却用の海水を汲み上げることができたという話が伝わっている。なお、オハイオは、機関部どころか流骨まで破壊されており、石油汲み出し中に船体が二つに折れ、そのまま港内に海没処分された。 遅れて、マルタ港に入った、輸送船ブリスベンスター輸送船ブリスベンスターも、ドイツ空軍の攻撃で損傷したため到着が遅れ、8月14日に入港を果たした。ペデスタル作戦の結果、マルタ島に連合軍輸送船4隻とタンカー1隻が到着した。空母1隻、巡洋艦2隻、駆逐艦1隻、輸送船9隻を喪失したが、 マルタ島への補給に成功し、島は幸福の危機から脱することができた。作戦成功の代償としては、十分許容できる損害であった。サイフレット中将は報告書で、それらの船と船長と、士官並びに、船員たちの行為と勇気と決意に対し、最高の賞賛が送られることを希望するとの見解を述べた。数軸国空軍とイタリア海軍の連携の悪さは、 イタリア水上艦隊の行動を消極的にさせた。8月13日にイタリア水上艦隊がペデスタル船団に突入していれば決定的勝利を得たかもしれない。だが、味方空軍の援護を受けられないために反転し、最後の機械を棒に振った。数軸国は潜水艦2隻と39機の航空機を失って連合国軍船団のマルタ補給阻止に失敗した。 燃料と新たな戦闘機が供給されたマルタ島は防空能力が強化され、数軸軍の航空攻撃による攻略や屈服は困難となった。また独祖戦の影響で地中海への補給も減少し、数軸側空軍の戦力は衰えてゆく。さらにアメリカ陸軍の B-17 や B-24 も北、アフリカや地中海での作戦を開始する。 数軸国側の補給船が常に不安定な状態に陥り、ロンメル将軍の作戦行動は大いに制約された。イタリア軍は、イタリア海軍の墓場とかしつつあったとブルク輸送を中止し、物資をトリポリとベンガジに集め始めた。ロンメル軍団の補給状況は絶望的になった。最後の望みを託した9月の攻勢も撃退され、イギリス軍が反撃に出る。 数軸側の補給不足と充実した広報体制を持つ連合国軍との際は10月の北アフリカ戦線における第二次エルアラメイン海戦の勝敗を決する一因となった。すなわちペデスタル作戦の成功は数軸側が地中海戦線で勝利する可能性を打ち消したのである。同年10月以降はスピットファイアの後続力延長により ジブラルタルからマルタまで自力で移動することができるようになった。空母を危険にさらすクラブランも実施されなくなった。11月のストーンエイジ作戦で数軸側のマルタ包囲網は完全に崩壊した。輸送本体このほか中東方面からそれぞれ陽動作戦のための船団が出航した。ありがとうございます。